使うコテはこちらの32ミリのコテと一応キープするために、今回はヘアコタのヘアリシアスプレーの2番の方で、あんまりキープ力はないんですけど、ふわっとさせる方のスプレーでしていきたいと思います。まず私の前髪の長さはこのぐらいになります。で、まあ、今もう開け取ってあるんですけど、この前髪をコームで綺麗に解いてあげてから、このコテであんまりがっつり挟んでしまうと跡がついちゃうので、ちょっと緩めに挟むのがコツなんですけど、中間から少しずつ、ここはもう止めちゃってあげてください。で、半分ぐらいまでやってあげて、でこうしてあげます。するとちょっと強めなんですけど、それでコームで整えてあげれば、こういう形で前髪が綺麗に流れてくれます。そして軽くこのスプレーを顔にかからないようにシューッと振りかけてあげると、前髪は一日持つかなと思います。簡単なのでぜひ試してみてください。コテで前髪を流すためのポイントをご紹介していきます。今回は、こちらの前髪の長さ方法なんですけれども、コツがありまして、まず使うコテがちょっと太めの32ミリを使うことになります。ちょっと26ミリとか細めのものを使うと、ちょっとグリンと巻きすぎることがあるので、まあ、それはちょっと自然ではないので、まず32ミリのコテでやること。それでポイントが、最初に挟む中間部分をこう少し浮かせる感じで緩めにやってあげて、それから巻いて、毛先半分ぐらいまで、このコテの半分ぐらいまでを毛先に挟んであげる形でやってあげます。で、無理に右側に流そう左側に流そうはしなくていいんです。巻いてあげてからコームで少しこうこっち側やったりこっち側に流してあげるだけで、ちゃんと綺麗になってくれるかなっていうのがコツになるので、そのコツを多分つかめれば誰でも簡単に朝のセットができると思うので、やってみてください。今回は 4cmTV をご視聴いただきありがとうございます。この動画がよろしければぜひグッドボタンをお願いします。また運営の励みになりますので、チャンネル登録もお願いいたします。